やあロキ、息災そうで何よりだ。うっさいわボケ。人んちに余計な火種持ち込んどいて何言うとんねん。まあまあ落ち着いてくれよ。ところで例の件、その後何か進展はあったかい？ここで話すようなことは何もないわ。ちゅうてもこっちも外れくじばっかり引いとるっちゅう状況やけどな。ねえロッキー、ちょっといいかしら？おお、なんや、出めてるやんか。ちょっとあなたのファミリアに相談したいことがあるのだけれど、いいかしら？待て待て、うちんとこは近所の悩み相談所やないんやで。そう簡単に四角い門が丸く収まると思ったら大間違いや。そう、困ったわね。うちの子たちが紙幣被害のセオロの密林に腐葉土を採取に行ったんだけど、その時巨大な花のモンスターを見たって言ってるのよ。仮想まで到達したあなたたちのところなら何か知ってるかもって思ったんだけれど。ちょ、待ち！まさか。ああ、うちらで調べた方が良さそうやな。ちゅうわけでやな、ベータとレフィーヤにはデメテルんとこのコーラとセオロの密林の調査に行ってほしいねん。なんでまたこのどんくさいエルフと一緒なんだっての。どんくさいって。しゃあないやん、たまたまここにおったんが二人だけやってんやから。なんやベート、今はチンチクリンの可愛い子ちゃんやけどな、10年後はリベリアもびっくりの美人エルフ間違いなしや。うちが言うんやから絶対やで。チンチクリンって。大体なんだってのその格好、あの陰険エルフの真似なんざしてどうすんだよ。それを言ったらベートさんだっていつもと。うっせえよ、いろいろあんな、思い出させんじゃねえよ。理不尽です。まあまあベート落ち着きって、二人ともようにやっとるんやし。お前が無理やり買わせた服だろうが、一言みたいに言ってんじゃねえ。うーくわ。さて、冗談はさておき、森に行くんやったらウェアウルフとエルフはこれ以上ない最適解やろ。レフィーヤは農場の様子を見に行くっちゅうデメテルの護衛を頼むわ。俺はどうすんで。ベートには石膏として森ん中の怪しいとこ徹底的に洗ってほしい。戦い慣れへんデメテルんとこのコーラを巻き込んだらあかん。お前が本命や、頼むで。待って。ありがとう、あなたたちが来てくれて心強いわ。うちの子たちだけだと戦いの方はどうしてもね。いえ、気になさらないでください。では護衛をよろしくお願いしますね。はい、俺も行くぜ。てめえも油断すんじゃねえぞ。なんだよ。足引っ張らないように頑張りますから。私どんくさいなんて言われないよう頑張りますから。んなもん口で言ってできりゃ苦労しねえよ。行動で示せ、行動で。じゃあな。すごいわね、もうあんなに遠くまで。やっぱり第一級冒険者は足が速いのね。そうですね、あの人は特に。それじゃ私たちも農園の子に話を聞きに行きましょうか。